どうも、フリマこと、長谷川です。今回ですね、ドミニオンとビル・ゲイツがつながった話です。オチとしては、トランプ大統領は本当に巨大な勢力と戦っているというところなんです。アメリカ大統領選は前回まで話した通り、2020年12月14日までに連邦最高裁で判決が出るかどうかの両陣営のしのぎの削り合いの最中です。そこからついに、トランプ陣営が連邦最高裁に告訴状を提出した状況になります。まずはこの詳しいところから。現状の未確定6州なんですが、今回も政治系まとめサイトの燃えるアジアさんから分かりやすいまとめがあったので、その書き込みをご紹介します。実際どうなっているのかというと、現状の6州まとめ、選挙人バイデン227、トランプ232、アリゾナ選挙人11人、おそらくバイデン承認、ネバダ選挙人6人、ガチで詐欺訴訟中、ウィスコンシン選挙人10人、最終形中、ペンシルベニア選挙人20人、訴訟中、トランプ訴訟団とは別に衆議院共和党が郵送投票が州法違反だという訴訟を起こす、ジョージア選挙人16人、再集計決定。それとは別に、州知事が郵送封筒についての署名監査を指示。ミシガン選挙人16人、民主党強行突破作戦中に対し、州上院議員が結果認定を公開延期するよう要求。ジョージア、ミシガン、ネバダが選挙人無効になれば、バイデン268人までしか届かず、トランプ勝ち。しかし、ミシガン強行突破されると、ペンシルベニアを落とさないといけない。ウィスコンシンを落としても足りない。したがって、ミシガンの防衛が絶対。焦点は、結果認定の延期を行うことができるが、州議会にかかっている。ジョージア州でトランプ訴訟団のジョーダン・セクロフが、現地時間2020年11月23から24日に、選挙不正に関する新たな訴訟を起こすとのこと。現時点の詳細は明かせないと発表。ただし、州副知事のジェフ・ダンカンと州務長官、ブラッド・ラフェンスペルガーにとってかなりショッキングな内容という、ジュリアーニ発言、ペンシルベニア、ジョージア、ウィスコンシンなど各州で不正投票を除けば、トランプ勝利は確実な情勢。全州合計でもトランプ270人超えを確信してるって話してる。話し方からすると余裕シャクシャクって感じだけどな。やはり普通にカウントすればトランプ陣営の勝利は揺るがない模様です。そしてトランプ弁護団はペンシルベニア州の投票に関して連邦最高裁への告訴状を提出しました。まだこれは本丸ではないはずなので、これから隠し玉が出るはずです。ここからはバイデン氏への政権移行関連の話に移ります。この件については日本の既存メディアでも話題になっていますが、大事なところが報道されていません。政権移行に関しては、担当だったアメリカの一般調達局 GSA のエミリー・マーフィー局長が一貫して拒否していました。しかし、ここからがえげつないところで、トランプ大統領と同じ共和党でも、反トランプの政治団体リンカーンプロジェクトがマーフィー局長を脅していたんです。トランプ大統領はこの件についてツイッターで、マーフィー局長は嫌がらせ、脅迫、虐待を受けてきた。マーフィー局長、局長の家族、 GSA の従業員にこれが起こるのを見たくないと投稿。さらに GSA の前で抗議をしていた集団が、抗議の際に複数の死体袋を建物の前に置き、マーフィー局長に対するメッセージもありました。他にもマーフィー局長の家族を殺害する脅迫もあったとのことです。これはやり方がひどいとしか言いようがありません。ただし、本当に政権移行に動く場合、副大統領候補のカマラ・ハリス氏は議会の決まりで上院議員を辞めないといけません。そうなると状況が変化しても、ハリス氏は上院議員に戻れないことになるので、果たしてどうなるかが政権移行の一つのポイントになります。ここから不正関連の新たな疑惑に関する話に移ります。不正投票についてはミシガン州の証人と元米国議会の
候補者が発言をしており、午前4時にバイデン氏の投票用紙ダンプ、そして当局が票集計が改ざんされているのを目撃したんです。さらにアメリカメディアニュースマックスのホワイトハウス特派員エメラルド・ロビンソン氏がツイッターで、国家安全保障筋はドイツからハードウェアの一部が保護されていることを私に確認していますと投稿。それをトランプ陣営のシドニー・パウエル弁護士がリツイート。これも自分は見ていて楽しい展開だなと思うんです。ここから今回の動画の肝の部分、ドミニオン関連の話になってきます。前回の動画で自分はカナダ・トロントにあるドミニオンと投資家のジョージ・ソロス氏の癒着に関する話をしました。そのドミニオン本部があるカナダ・トロントをアメリカ司法省の専用機が2020年11月15日から18日に滞在していました。この3日間で司法省は何をしていたのか、これ以上はわからないんですが、ここは気になる点です。そして個人的に日本でなぜ報じられていないのか不思議なのが、マイクロソフトが作った選挙ソフトウェアをドミニオンが使っていた話なんです。これは2020年11月21日アメリカメディアのナショナルファイルが報じたものです。この記事によると、保守系のコンサルタントロビストであるロジャーストーン氏が暴露したもので、あのビル・ゲイツ氏が指示を出して作った票集計ソフトエレクションカードのシステムがドミニオンの票集計機に全て使われているという驚きの内容だったんです。これがなぜ日本でほとんど取り上げられないのかが不思議で仕方ありません。こうなってくるとゲイツ氏と大統領選関連のニュースを調べざるを得ないと思って、実際に調べてみたら、2020年8月3日のビジネスインサイダーの記事でゲイツ氏がバイデン氏にアドバイスをする内容のものがありました。それを読んでみると、ゲイツ氏はバイデン氏は専門家の意見をよく聞くべきであり、マスク着用の推奨、恐ろしく遅いアメリカのあの病気の検査システムの改善をすべきだと話していました。さらにゲイツ氏は WHO へ意見をしたり、あの病気のワクチンに巨額投資をしているのでどうも怪しいなと思うし、最近でも2020年11月13日に ABC ニュースで報じられているんですが、ゲイツ財団は7000万ドルをワクチンの流通目的のために投資すると約束。この一連の流れを見ると利権の匂いがするので、どうにも疑わしいんです。ゲイツ氏関連の話も今後は気になるんですが、皆様が現在知りたいのはトランプ陣営の弁護士シドニー・パウエル氏の動向ではないでしょうか。パウエル氏に関してはトランプ弁護団の弁護士を解任されたという報道があったんですが、これは明確な間違いです。もともとパウエル氏はトランプ弁護団のメンバーではなく、自主的にトランプ陣営に協力をしている立場です。パウエル氏は独自に設立された基金で集まったお金を受け取って、トランプ弁護団とは別動態で動いています。それを公式に発表したことが間違って伝わっているのが実際のところなんです。この時にパウエル氏はツイッター側から12時間の停止措置を食らっていたために発表ができず、余計に間違って伝わってしまったんです。これに関してトランプ弁護団のリンウッド氏はツイッターで、パウエル氏と私は違うというより似ている、我々は同じ依頼人である国民のために異なる法的な戦いをしている、国民は圧倒的にトランプの再選に投票した、偶然はない、全てが計画通りと投稿。ではなぜパウエル氏が別動態で動くかというと、アメリカの情報機関 CIA などを告訴するからです。実はドイツにあったドミニオンのサーバーを米軍が回収する際、CIA はその担当から外されていました。ここで先日の自分の動画で紹介したパウエル氏のクラーケンが意味を持ってきます。実はクラーケンとは CIA のハッキングプログラムなんです。自分もこれはびっくりしたんですが、機密情報を公開するサイトウィキリークスが暴露したもので、アメリカの国防総省がそれを利用して CIA を見張っていたんです。ちなみに米軍がサーバーを回収したドイツのビルには
CIA のエージェントが入っていたそうなんです。そして別動隊で動くパウエル氏はやらかした CIA などの国家権力などを訴えることができる軍事弁護士として登録をしていました。そうなるとトランプ陣営の役割として民事裁判ジュリアーニ氏、リンウッド氏、刑事軍事裁判パウエル氏という役割分担になります。その上でパウエル氏は公式な声明で、我々の票が外国の関係者によって変更操作奪われることを許さない、数百万票が移動された証拠を今週中に提出する、壮大になるだろうと発表。ちなみにパウエル氏のバックにはつい最近トランプ大統領直属になった米軍の全特殊部隊がついています。ここまでが現状なんですが、最後にバイデン陣営の関係者をご紹介します。かなり複雑な状況なので、バイデン陣営に絡む人間組織を整理すると、バイデン氏関係者、オバマ前大統領、クリントン元大統領夫妻、ジョージ・ソロス氏、ビル・ゲイツ氏、ドミニオン、スマートマティック、中国、MI6、CIA、民主党、共和党の一部、BLM、アンティファ、これらとトランプ大統領は就任以来ずっと戦っていたことになります。もう下手な映画以上の展開になっているんです。これでトランプ陣営が勝ったら、このシナリオをもとに本当に映画になるんじゃないかと思ってしまいます。そんなわけでトランプ大統領は本当に巨大な勢力と戦っているんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。